これまでのあらすじ。少女から発せられた不思議な力により危険な状態から脱出したレイトンたち。逆かな少女の不思議な力によりよりピンチになった感もあるけどね。戦艦からの離脱を目前にしながらも少女の手を離してしまい別れ別れになってしまうのだった。第2章、謎の少女。いたたたたた、先生、ここは一体何なんですかね。あれ教授、ルーク。よかった、二人とも無事のようだね。今度こそダメかと思いましたよ。怪我はないですか。私は大丈夫だ。ただ少女を見失ってしまったようだ。あんな状況じゃ仕方ないんですね。教授とルークが無事だっただけでもよかったです。カンかな少女は見つからなかったが教授とルークは無事だったので、ロンドンに帰りました。カン。それにしても厄介な場所に着地してしまったもんだ。ここがどこなのかご存知なのですか。ここは誘い魔の湖、悪魔に取り憑かれた町とも呼ばれている。誘い魔の湖。この湖周辺ではなぜか飛行船の墜落が絶えない。それだけではない、町を取り囲む森の中でも遭難事故が多発しているのだ。別に飛行船が落ちたのはこの湖のせいじゃねえけどな。だから誘い魔の湖、そう呼ばれているということですね。そんな危険なところなら彼女を放っておけません。早く迎えに行かないと。彼女を探しに行こう。この森に彼女の痕跡が残っていればいいが。みんなのエピソード、シャイな夫は博士気取り。ちょっとね、なんかリスっぽいのいたな。エピソード、誰のエピソードだ。腹明けが、腹明け、ママンヌ。ああ、こいつら夫婦やったんか。サーモグラフィティ博士は大丈夫じゃろうかの。そんなことより聞いてよ、あなた、氷の洞窟の前に雪だるまが夜になると動くんですって。こら、まだお前はそんなこと言っておるのか。あら、怒っちゃいやーい。そんな非科学的なことを考えるなんて田舎者だと思われたらどうするんじゃ。サマーフェスティバル博士の耳に入ったら友情の縁を切られてしまうじゃないか。あなたったらいつの間にそんな大層な指令を作ったの。おめえには関係に。それにしてもサマーフェスティバルなんてとっても変な名前の博士に。わしの友人になんてこと言うんじゃ。お前なんかもう知らんわい。またやってるよ、あの夫婦。どうにかならんもんかしら。でもいつも楽しそうで羨ましいな。あんた本気なの。楽しいのは本人たちだけで他には迷惑極まりないわい。私に迷惑がかかるわけじゃないし、お似合いの夫婦って感じでいいんでねえか。その言い草、ちょっとした愛という感じで。調査メモ、入り口の正体。まあ気になる人は大戦艦を追って。少女は救出できたが、こっちはチャレンジ編集。とりあえずね、明日ね、3DS を持ち運ぶ前にチャレンジだけね、すれ違い登録ができるんだけしときたいよね。何人とすれ違えるかな。ね、これとこれとこれにしよう。OK。登録。ふう、これでね、1週間後にはご褒美いっぱいのはず。いやー。OK かな、 OK かな。じゃあ早速この、なんだよこのリスっぽいの。あ、先生、リスです。そういえばルーク、君は動物と会話できるんだったね。このリスが少女を見かけていないか聞いてみてくれないか。ルーク、大人になったらこの能力なくなるのかな。リスさん、僕たち女の子を探してるんだ。見かけなかったかい。カリ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 。謎を解かないと教えられないだって。しょうがないな。僕が謎を解いたら女の子がどっちにいたか教えてね。不思議。
ここに重さの異なる4種類の木の実がある。1個ずつの重さは不明だが、2番目と3番目に重い木の実がリスの好物らしい。好物の木の実の重さは偶数だが、一体どの木の実のことなのか。2個同時に置かないと計量できない、ね、2番目と3番目に重い木の実は上がりに乗せるのじゃ。101g、97g、92g、そういうことね。メモをする。つまり A がまあ奇数だったとしよう、で B が偶数だったとしよう。その場合 A と B を乗せると、偶数と奇数で奇数になる。で B と C だと、これも奇数なんで、難しいね。で C と D、 A が奇数、まあ A が奇数だとすると AC を乗せた時が、偶数なんで、これも奇数になる。で AD が偶数ということは、こいつも奇数。おかしいね。数か奇数かはこうで、2個は偶数確定だからこっちのパターンはありえない。じゃあこっちのパターンしかありえない。 ACD が偶数で B だけ奇数なんで、まず B は選択肢から外れる。でつまり B と A だと 101g、97g、105g、 で2番目と3番目は偶数なので、A が一番軽いか一番重い、ちょっと難しくない？ぶっちゃけここメモ書けるんだけど、メモってさ微妙なんですよ。範囲狭いし、やっぱ紙と鉛筆が一番使いやすい。メモする。とりあえず B、 まず B の数値を出したいところ。B は1番目か4番目しかありえないので、まず B たす C、 B たす A やね、まず B たす A は101、
B たす C は97で、B たす D は105。で、C たす D が92。ということは、B がだいぶ重い。B が多分一番重い。ってことは、4番目が B なので、B が一番重い、4。じゃあ、あとは ACD のうちで一番軽いやつを省けば OK。つまり、A と D だと96。C と D だと92。つまり、A より C の方が軽い。で、A を固定で、AD で96。80。C が一番軽い。うん。ってことは、A と D が正解。僕にだってできるんだ。僕だって先生の弟子ですからね。やったぜ。 A の木の実と D の木の実が好物だったんだ。リスたちの好物が追加されました。カリカリ。これまでの作品って結構ね、必須の問題は簡単で脇道の問題が難しいっていうのが多かったんだけど、今作は必須の問題が割とむずい。町の方に例えていますよ。リスのおかげで助かったね。私たちも町へ向かおう。カリ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 。リスの鳴き声ってカリカリだろ。カリカリって木の実をかじってる音であって鳴き声ではない気がするんだけど。コロコロ、あ、ミニゲームくん追加。ちょっとね、こういう時はウィキさんに聞いてみよう。リス鳴き声、リスの鳴き声の擬音、うるさいってなんだよ。あ、やべ、京都の擬音になっちゃった。リスの鳴き声ってどんなんですか？シマリスはピヨヨヨヨピヨヨヨヨヨヨって言います。まあカリカリではないわな。ウキウキアイランドやってみよう。ナッツ、カリ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 。まあまず先にここの、ね、ひらめきコインを。キノコ、なんか動いてる。アリがどんぐりを運んでるのか。あとね、森のタンポポ、綿毛が。無限にどんぐりが落ちるよ。どんぐりコーヒーってのもあるからね。コーヒーっていう、いわばコーヒー豆のお茶だからね。オッケーかな。ないな。あー、酔う酔う酔う。さあ、それではナッツ。これはあれだね、ロボとか、電車のやつか。そう。めんどくさくない？もうチュートリアルが長いとさ、やる気失せるよね。
正直初代ぐらいのさ分かりやすいやつがいいよね。とりあえず分からんからやってみよう。まず持ち上げて手で投げてみよう。なるほどね、ぴったりここに入れろと。岩を持ち上げて、あーそうなっちゃう。ここに投げると穴にはまった。そういうことね。し、理解した。まあ、一面目だから異常に簡単っぽい。穴埋めて、で、ここで止めて、あとは、どんぐり。何の意味があるんかはわからんが。こういうことね。まあ、一面目なんで異常に簡単ですよ。ウキウキアイランド、クリアクリア。まあまあまあ。ボロボロだなこの町。この町は湖畔ベール、美しい場所だが、湖畔だから頻繁に起こる墜落事故のせいで訪れるものは少ない。私はこの町にとんでもないものが眠っていると考えている。とんでもない、とんでもないもの。君もアスランタ文明について聞いたことぐらいはあるだろう。超文明 A のさ、アスラント文明 A。 はい、人類がこの世に生まれる太古の昔に存在していたというもう一つの系譜を持つ人類。アトランティス的な感じかな。そうだ、その生きた証拠があの少女なのだ。彼女が眠り続けていた氷の成分からその年月を証明することができる。え、氷バラバラになったけど。つまり彼女はアスラントの鍵を握っている最後の人間かもしれないんですね。ああ、そしておそらく我々がここに不時着したのは偶然ではない。あの少女に導かれたのだろう。ええ信じてねえな。私の考えが正しければこの町にもアスラントに絡む何かが存在している。それが特殊な磁場を発生させているのだ。それがとんでもないものの正体というわけですね。ではあの子は自分たちの文明が作り出した何かに近づこうとしているということですか。ここまでは私の予測に過ぎない。あの少女を探し出せばいずれ詳しいこともわかるだろう。キュー、コハンベールの付近では飛行機などの墜落事故が絶えず発生しているらしい。誘い魔の湖と呼ばれるユートン湖にその原因が隠されているようなのだが、一体どんな秘密があるというのだろうか。あ、人がいる。飛び込むにはちょっと勇気のいる冷たさが。ボートのサウンド。まだ1枚も使ってないんだけど、ひらめきコイン37。ねえねえおじさん、私のことかな。さあさあ、さっき湖の下でっかい飛行船はおじさんの船。
残念だけど違う。なんだそうなのか、あのかっこいいなおじさんの船じゃねえんだ。彼らの戦艦も素晴らしいが、私たちのボストニア号も素敵な船なんだよ。ええな、かっこいい船乗ってみてえな。一つ聞いてもいい？女の子見かけなかった？女の子？それなら駅の方に行った気がするぜ。追いかけましょう。すげえこいつ。皆さん、これレイトン教授の両親です。謎を解かなくても、ね、少女がいたことを教えてくれたよ。こんなの見たことない少女の行き場所が知りたかったらこの謎を解いてもらわなきゃ困るぜっていう。謎を解かずに教えてくれるなんてありえない。ありえんな。先生見てください、あいつらです。粒子のってこの辺りに来たと思ったんだけど。お、こいつ来たんだ。そうやろ、困ってるなら力になるぜ。どうやって追いついてきたんだこいつ。甘く見るなよ、あいつらスノーラで仮に勝利した後、最後の小型艦に乗り込んだのさ。あの活躍を見せてやりたかったぜ。ちぎっては投げられたやつがボスから女を奪っていったんだ。なんだと。逃げられる前に探すぞ。ロビン、焦るんじゃない。せいてはことを仕損じるというだろう。ホームアローンはね、あのデブの方が優秀だったけど、こいつらは、ね、ガリの方が優秀のようだ。不幸中の幸いってやつですね。安心するのはまだ早い。先に彼女を見つけ出して無事保護するまではね。あいつらは誰なんですか？奴らの正体はターゼント。ターゼント。アスラントの力を求めて活動する秘密結社だ。秘密結社そんなの秘密結社。君が解明してきたミストハラリーの地下に存在した癒しの楽園。恐竜さんがいたとこだっけ。アンブロシア島の海底に現れた調和の町。そしてモンテドール近くに出現した無限回路。前回のラストでなんかすっげえ盛り上がりそうな感じのまま終わったんだけど、なかったかのように話が進んでるよね。これらは全てアスラント文明が作り出したものだ。何それ怖い。全てがアスラントの。アスラントは我々人類が未だ到達し得ぬ英知を持っていた。その力を手に入れれば世界を支配することも不可能ではない。それがあいつらの狙いというわけですね。アスラントの英知。アスラントの英知。過去に見つかった遺跡はすでに奴らの手に渡っている。え？奴らも私同様遺跡の調査を重ね行き着いたのが氷の町スノーラだ。またスノーラに戻るのかな。あの町こそアスラントの本質が眠る町。戻りそうやな。そして最後の秘宝の謎を握っているのがあの少女というわけだ。ではなおさら彼女を渡すわけにはいきませんね。ああ、早く見つけ出さねばな。シャキン。おっと、お、なんか更新された。怪しい黒服の正体はアスラントの力を求め活動するターゼントだったのだ。彼らはすでに、3つの遺産、癒しの園、調和の町、無限回路を手中に収めている。サー・ハイマン博士、ね、古代史上未だ幻の文明とされているアスラントへの造形が深いサー・ハイマン、ね、タージェントの、何か因縁があるらしい。彼もまた謎に満きた男である。一体ね、サー・ハイマン博士の正体は何なんだ。